嫁は家事が下手で家も汚くて本当に困っちゃうよ。親族の集まりでそうやって私を罵倒する夫、そんな態度を取り続ける夫に私はもう我慢の限界だった。え、何を言ってるの？あなたは家なんてないじゃないのよ。私の発言に場が静まり返る。一体どういうことだ？義父から冷たい視線を向けられる夫。いや、それはその。慌てふためく夫に私はこう告げた。私と離婚してください。私の名前はのぞみ、31歳の会社員だ。夫のまさととはつい最近結婚したばかりだ。私たちの出会いは、友人が開いた誕生日パーティーでのことだった。その友人は経営者で、IT 企業で成功し大きなパーティーを開いていた。私は小中高と同じ学校に通っていたこともあり、その友人を含めたグループでよく遊んでいたりしていたので、そのパーティーに呼ばれたのだ。そこには学生時代の同級生もいたが、それ以上に仕事関係でつながったという人が来ていた。周りを見ると、みんな高そうなスーツを着ていたり、華やかなドレスを着ていて、こんな場所に私みたいなのが混ざっていていいのかと気後れしたほどだった。だけど友人が、私たちのことを気の置けない仲のいい友達と周りに紹介してくれたので、私たちが場違いだと思う人たちはおらず、笑顔でみんな話しかけてくれた。彼の誕生日パーティーでは、一流のシェフが腕を振るった料理がバイキング状態で並んでいて、どれも美味しかった。お酒がなくなると、すぐにウェーターみたいな人がシャンパングラスをくれて、本当にこういうお金持ちのパーティーって現実に存在するんだなと思った。そしてそこで出会ったのがマサトだ。彼は大手企業に勤める営業マンだそうで、友人の会社によく営業をしに来ていたらしい。社長の同級生さんですか？やっぱり素敵な雰囲気の方が多いんですね。美男美女ばかりですね。そうやって私たちを褒めてくれた彼。やっぱり営業マンなだけあって、コミュニケーション能力はとても高い。そして友人の誕生日パーティーが終わり、私は友人たちと一緒に帰った。みんなそれぞれの家の最寄り駅で降りていき、私も自分が降りる駅で降りた。するとちょうど、その時に隣の車両から降りてきた男性と目が合った。あれ？さっきの。あ、どうも。なんとそこにいたのは、友人のパーティーで会ったマサトだった。私たちは偶然同じ駅で降りていて、帰る方向が一緒だったのだ。せっかくなので私たちは一緒に歩いて帰った。彼は実家暮らしだそうで、いつもこの駅から会社に通っているらしい。パーティーで出会わなければきっと知り合うこともなかっただろうが、まさか一緒の電車に乗ってお互いにそれぞれ出勤していたなんて。それから何かの縁だということで、彼は連絡先を交換してほしいとお願いしてきた。マサトは爽やかな雰囲気で悪い人ではなさそうだったので、私は承諾した。まあ何かあれば友人に言えばいいし。それから彼から定期的に連絡が来るようになり、仕事後に食事や飲みに誘われたりした。お互いに同じ地域に住んでいるので、終電を気にせずにゆっくり近場で飲んだりした。彼は私の2歳上なのだが、気さくな人で話しやすくて、私はどんどん彼に惹かれていった。そして私たちは自然と交際が始まり、デートに行くようになった。その頃は彼は私の部屋によく泊まっていて、たまに実家に帰るといったような生活をしていたと思う。それから順調に交際を続けていき、1年ほど付き合った頃に彼からプロポーズをされた。のぞみ、俺と結婚してくれ。必ず君を幸せにするから。はい。よろしくお願いします。彼の自信たっぷりなプロポーズは、かっこよくて私はキュンとした。
それに私も彼とは結婚まで行きたいと思っていた。だから彼の方からプロポーズをしてくれたことはとても嬉しかったのだ。それから私たちはすぐにお互いの親へ挨拶をしに行った。私の親は彼が大企業に勤めていて、また彼がとても爽やかでコミュニケーション能力が高かったので安心していた。のぞみ、いい人を見つけたわね。彼ならのぞみを任せても大丈夫そうだな。両親が彼のことを認めてくれて、私はとても嬉しかった。そしてその後、私は彼と一緒に彼のご両親のもとへ挨拶に行った。同じ地域に住んでいながらも、彼の実家まで行くのは初めてだ。大体は彼が私の部屋に来て泊まることが基本だし、女性である私を一人で歩かせるわけにはいかないと、彼が先に家に帰ることはなかったからだ。彼の実家はとても大きくて豪華だった。もしかして、マサトの家ってお金持ち？え、ああ、気にしたことはなかったけど、そうなのかもな。確かに彼はよくブランド物を身につけていた。それは彼が大企業で働いているのもあるのだろうが、実家が金持ちということもあるのかもしれない。私は一気に緊張した。私は至って普通の家庭で育ったからだ。そして彼がインターホンを押すと、彼の母親らしき人物が返事をして玄関を開けた。あら、まあどうも。よくいらっしゃったわね。はじめまして。のぞみと申します。どうぞ、上がってちょうだい。彼の母に案内をされて家の中に入ったのだが、いろんな高そうなインテリアなどがあり、家の中も豪華だった。そして居間に行くと、彼の父親が私たちを待ち構えていた。いや、君がのぞみさんかな。はい。はじめまして、これからよろしくね。はい、よろしくお願いします。それから私たちはいろんなお話をした。そうか、同級生の誕生日パーティーで初めて出会ったのか。そんなこともあるの。彼のご両親は楽しそうに話を聞いてくれた。とても優しそうな人たちでよかった。実家がとても大きいから、富裕層のお堅い人たちなのかと思っていた。だがそんなことはなくて、とても気さくな人たちだった。このような素敵なご両親に育てられたから、彼も優しくて気さくないい人なのだろう。それから私たちは両家の顔合わせを行い、その後結婚式を挙げた。私たちの結婚式には、私と彼の出会いのきっかけをくれた友人をはじめとしてたくさんの同級生や友達、職場の人たちや親戚など大勢が参列してくれた。多くの人にお祝いしてもらえて、結婚式はとても楽しくて思い出深いものになった。その後、私たちは新婚旅行に行き、帰国後に一緒に暮らし始めた。こうして始まった新婚生活。私たちは結婚を機に新しく部屋を借りた。夫はせっかくだからと、街中にある高級マンションを契約した。さすがにちょっと家賃が高いのではないかと言ったが、夫の職場の給料なら問題ないとのこと。少し心配ではあったが私も働いているし、この家なら私自身も通勤がすごい楽になるから、最終的には賛成した。私たちが契約した部屋は広くて豪華で、なおかつとても快適に過ごせる家だった。キッチンも使いやすいし、お風呂も広くてバスタブも大きい。こんないい家で生活ができるなんて、それだけで幸せだと思った。それからしばらくは楽しい新婚生活を送っていた。まあ少し不満があるとすれば、夫が家事をしてくれないことだ。彼はずっと実家にいたから、料理や掃除が一切できないらしい。せめて少しは手伝うくらいの心構えでいてほしかったが、できないものはできないと彼は諦めていた。それでも一生懸命働いて稼いできてくれているし、
私自身家事は嫌いじゃなかったから、それ以上は特に気にならなかった。それに夫も私の家事に文句とかを言ってこなかったので、自分のペースで進めることができた。そして私たちは休みの日は一緒に過ごして夫婦仲を深めていた。そんな風に新婚生活はとても楽しかったと思う。それからあっという間に月日は流れ、気がつけば結婚してから1年が過ぎていた。幸せな結婚生活を送っていた私たちだったが、ここで大きな変化が訪れることになる。それは夫が会社を辞めて起業をしたいと言い出したことがきっかけだった。どうして？今の会社はとても給料がいいじゃない。そうだけどさ、俺ならもっと上に行けると思うんだよね。私は夫がいきなりそんなことを言い出したので驚いた。詳しく話を聞いてみると、どうやら後輩が先に昇進をしたらしい。それが納得いかず悔しかったようだ。会社はさ、見る目が全然ないんだよな。普通は俺が昇進するべきだろ。それなのにあんな後輩を昇進させるなんて何を考えてるんだよ。夫はそうやって愚痴を言っていた。これで少し落ち着いて考えを改めてくれればいいのだが。しかし最終的に夫は会社を辞めるという結論に至ってしまった。私は必死になってそれを止めようとした。やっぱりもったいないよ。それにこれから子供ができたりしたら、お金だってもっと必要になるし。この部屋の家賃だって、あなたの収入がないとかなり厳しいでしょ。だが私がいくら言っても、夫は聞く耳を持ってはくれなかった。俺なら絶対に会社を起こしても成功するから。むしろ今よりも稼げるようになると思うぜ。ここまで言って聞かないならしょうがないと私は思った。一旦夫の好きなようにやらせてみよう。きっとそうでなくても勝手に辞めてくると思うから。わかったわ。それなら一回頑張ってみたらいいよ。わかってくれてありがとう。なんかやる気に満ち溢れてきたよ。それからすぐに夫は会社を退職してきた。そして起業にすぐに取り掛かった。へえ、マサトさんが起業か。俺でよければ何でも相談に乗るよ。本当、ありがとう。私は会社経営なら友人だなと思い、話を聞いてもらう意味も込めて連絡をした。友人は夫に協力をしてくれると言ってくれて、起業の手伝いをしてくれた。そのおかげで、夫はとてもスムーズに会社を起こすことができたのだ。あとはもう、夫を信じて利益が出ることを待つしかなかった。それに私も働いているから、とりあえず生活費くらいはギリギリなんとかなりそうだ。まあ余裕は全くないが。それから夫は経営者として必死になって頑張っていた。だがなかなか契約を得ることができず、とても苦労していた。最初は仕方ないだろう。そう思っていたのだが、それから1年が経っても夫の会社は売り上げを出すことすらできなかった。クソ。なんでだよ。どうしてどこも契約をしてくれないんだ。夫は目に見えて焦っていて苛立っていた。私も夫が全然収入を得られないことに焦っていた。こうなると私たちの生活が、どんどん苦しくなってしまう。現在は私の貯金を崩して生活費を支払っている状態まで来ている。そのため私は夫にある相談をした。ねえ、この部屋を解約してもっと家賃の安い場所へ引っ越さない？え、何言ってるんだよ。この生活を手放すっていうのか？だってあなたが収入ゼロの状態だと、この部屋の家賃を支払うことすら大変なのよ。大丈夫だから。これからすぐに利益を上げるから。そんな保証はどこにもないじゃない。今は一旦現実を見て、少しでも節約しないと。お前は俺を信じないっていうのか？信じてるけど、実際に数字がついてきてないんだから、
対応しないといけない部分はあるでしょう。ぶ。夫は正論を言われて言い返せなかったようで、しぶしぶ引っ越すことを承諾してくれた。そして私たちは高級マンションを出て、手頃な価格の賃貸の部屋を借りることに。そのおかげで家賃がかなり下がったので助かった。これならなんとか生活をしていけそうだ。それから私は自分の収入を上げるために一生懸命に働いた。実は内心では夫の会社についてはもう諦めていた。だから自分自身でダメだと気づいて、再就職をしてくれるようになるまで私が頑張ろうと思った。だが夫は無理やり経営を続けていて、そして利益が出ないイライラをだんだん私にぶつけるようになっていった。おい、晩ご飯はまだかよ。今すぐ作るから待っててよ。腹ペコの状態じゃいい仕事なんてできないんだから、しっかりしてくれよ。私が残業をして帰ってくると、そうやって夫は愚痴を言ってくる。自分は全く仕事がないくせに、家事は一切やってくれない。っていうか、やっぱこんな部屋で暮らすの嫌なんだけど。前の高級マンションに戻らない。いや、何言ってるの？そんなことしたら、生活ができないに決まってるでしょ。だから俺が会社で成功すれば。成功できてないから、今こうやって現実的な対策を取ってるんじゃないのよ。私はつい口を挟んでしまった。それだけ私もストレスが溜まっていたのだろう。だが、夫は私にそんなことを言われたのが相当ムカついたようで、険しい顔をしていた。お前、そうやって俺のことをバカにしてんだろ。違うわよ。いいや、嘘だね。どうせ俺はお前の同級生みたく成功できない凡人だよ。そう、そんな卑屈にならなくてもいいじゃない。諦めずに続ければ成功できるかもしれないでしょ。だったら高級マンションに戻ってもいいだろ。いや、それは。ほら見ろ、俺のこと信じてないんだろ。お前ごときが俺を舐めやがって。俺の方がいい会社で働いていたことを忘れんなよ。夫はそう言って部屋に戻っていった。だったら会社を辞めずに、そこで働き続けてくれればよかったのに。それからというもの、夫は私を罵倒してくるようになった。お前が貧乏神だから、俺の会社もうまくいかないのかもな。ああ、マジで結婚する相手間違ったわ。もっと美人で、俺の気分を上げてくれる相手と一緒になればよかったわ。どうしてそんな風に悪口を言われなければならないのだろうか。私はものすごく嫌な気分になった。そして夫は最終的に会社経営を辞めてしまった。なんで急に辞めたの？こんなこといつまで続けてても無駄だもん。じゃあ、これからどうするのよ。さあな。今まで必死になって頑張ってきたから少しくらい休ませてくれよ。いやいや、何を言ってるんだ。今まで何にも結果が出なかったじゃないか。夫の必死というのがどれだけのことか知らないが、1年以上も無収入だったんだからすぐにでも再就職をしてほしい。だが夫は完全にだらける気満々な様子だった。一日中ずっと家にいてゲームをしている。お昼に食べたらしき食器はシンクに入れっぱなしだし、床に服とかが脱ぎ捨ててあるし、掃除や洗濯など家事をしている様子は全くない。そして私が疲れて帰ってきてるのに、寝島だ。と聞いてくるのだ。私はそろそろ限界に感じていた。どうして私はこんな人と結婚生活を続けているのだろうか。そう思った時、ぷつりと糸が切れる音がした。あ、もうこの人とは無理だ。離婚しよう。そう決意した時、夫がこんな話をしてきた。今度の日曜に、俺の実家で親戚の集まりがあるから参加するぞ。え、私も行かなきゃダメなの？正直、もう別れるつもりなのにそういうものに参加したくなかった。だが夫は顔をしかめながら、当たり前だろ、
お前は嫁なんだから、と言った。もう嫁やめたいんだけどなと思っていると、加えて夫がこう言った。父さんの定年退職祝いも兼ねてるんだよ。あ、そうなの？それなら行くわ。なんだよそれ。普通の集まりだったら行かないってか。本当にお前はわがままで自分勝手だよな。なんとでも言え。私はお世話になった義父のお祝いには参加したいだけだ。それにわがままで自分勝手なのはお前だろうが。私はそれからすぐに離婚届を取りに行き、また今住んでいる部屋の解約をした。この部屋は無収入の夫の代わりに私が契約した賃貸の部屋だ。だから私が解約をすることができる。もう夫と暮らす必要はないので、私は夫に内緒で引っ越すことにした。それから荷物をまとめて、いつでも家を出られるようにした。そんなこんなで親戚の集まりの日がやってきた。お母さん、お父さんお久しぶりです。やあ、のぞみさん、久しぶりだね。お父さん、退職おめでとうございます。今までお疲れ様でした。ああ、ありがとうね。父さん、はい、花束。おう、わざわざすまないな。夫は私が買ってきた花束をさも自分が用意したかのように渡した。まあ、義父が喜んでるならそれでいい。それから親戚たちが全員揃い、宴会が始まった。私はこれが終わればさっさと離婚をして、家を出て行こうと思っていた。別に騒ぎを起こそうとかそういうことは考えていなかった。だがそんな時、夫がこんなことを言ったのだ。嫁は家事が下手で家も汚くて、本当に困っちゃうよ。親族の集まりでそうやって私を罵倒する夫。私は耳を疑った。夫は酒に酔っていて、そんなことを親戚たちに笑いながら話していたのだ。そんな態度を取り続ける夫に、私はもう我慢の限界だった。え、何を言ってるの？あなたは家なんてないじゃないのよ。私はもうあの家を解約したわよ。私の発言に場が静まり返る。な、何言ってんだよ。解約したって何の話だ？夫は訳がわからず困惑している。私は親戚たちの前で全てを話した。あなたは親戚の方たちにはまだ大企業で働いていて、高級マンションに暮らしている体で話しているけど、実際は全部違うじゃない。会社を辞めて起業したけど失敗して、家賃が安い部屋に引っ越しをして私の収入だけで、なんとか生活をしてきたんじゃない。あなたはニート状態になって、一日中家事もせずに遊んで部屋を汚し放題。仕事も料理も掃除も全部私がしてきたけど、それを隠してそんな嘘をつくつもりなの？私がそう言うと、義父が口を開いた。一体どういうことだ？義父から冷たい視線を向けられる夫。いや、それはその。夫はまさか私がこうやって全てをバラすとは思わなかったのだろう。完全に動揺して固まっている。慌てふためく夫に私はこう告げた。もう限界です。私と離婚してください。え？私に離婚してほしいと言われて、ようやく自分の愚かさに気づいたようだ。待ってくれよ、のぞみ。お前に離婚されたら、俺はどう生きていけばいいんだ。すると義父が夫に怒鳴った。お前は何甘えたことを言ってるんだ。そもそも、お前はのぞみさんに迷惑をかけて散々助けてもらったのに、親戚の前で悪口を言ったのか。なんて最低な男だ。お前なんか離婚されて当然だ。そんな奴が私の息子で恥ずかしいくらいだ。父さん。のぞみさん、息子とは離婚して構わないよ。このバカ息子は私の弟のところで、ねじ曲がった性格を直してもらうことにする。え、お、
おじさんのところって。夫のおじは地方で農家をしている。義父はそこに夫を送り込むということだろう。お父さん、お母さん、今までお世話になりました。私は義両親に最後の挨拶をし、親戚たちにも騒ぎを起こしたことを謝罪して義実家を後にした。それから義両親の協力のもと、夫とは無事に離婚することができた。夫は義父に叔父の元に飛ばされ、ひいひい言いながら農作業をしているらしい。これで少しはひねくれた性格が治ればいいと思うが、まあ性格が変わったところで私はもう彼とよりを戻すつもりはない。そして私は現在は仕事にかなり打ち込んでおり、そのおかげで昇進が決まった。しばらく恋愛はいいので、さらに上を目指して仕事を頑張っていこうと思う。じゃあこれで完全にさようならよ。私がそう言うと、娘はニヤニヤしてこう言った。出て行って大丈夫。路頭に迷ってホームレスになっちゃうんじゃない？まあ、だからってもう二度とこの家には入れてやらないけど。構わないわよ。だって年収3000万だから。私の名前はのぞみ、40歳の兼業主婦。私は旦那と高校3年生のゆかと3人で暮らしている。娘が子供の頃は、家族仲良く楽しい時間を過ごしていた。遠方までドライブをしたり、ディズニーランドとか遊園地に行ったり。娘はまだ身長が足りなくて、乗れるアトラクションが少なくて拗ねていたが、ミッキーがちょうど通りかかって写真を撮ることができて一瞬で笑顔になってたこともいい思い出だ。だが娘は最近反抗期なのか、私に対しての当たりがものすごく強い。おかえりゆか。ねえ、またパソコンで遊んでるの？遊んでなんかいないわよ。これは仕事なのよ。嘘つかないでよね。家でパソコンをカタカタやっているだけでお金が稼げるなら私でもやってるわ。もうすぐアイドルの配信が始まるからパソコン貸してよ。はあ、わかったわ。ちょうど終わるところだからいいわよ。でもあなた、ちゃんと勉強してるの？最近はアイドルの配信、声優さんの配信、ゲーム実況、そういうの連続で見て夜中まで起きてるじゃないのよ。あんたにとやかく言われたくないわ。あんたって呼ぶのやめてって言ったでしょ。家事も仕事もしないで、いつも遊んでばかりいる人に説教されたって説得力ないのよ。家事もってどういうことよ。だって普段の料理とか掃除もお父さんがしてるじゃない。え？いやいや、何言ってるのよ。全部私が仕事の合間にやってるのよ。嘘つかないで。お父さんが優しいからって寄生虫のようなことして恥ずかしくないの？寄生虫って。だってそうでしょ。いっつも部屋にこもってパソコンいじって家のことはお父さんに任せてばかり。だから私が家事をしてるんだけど。お父さんだって自分が家事をしてるって言ってたよ。え、お父さんがそんなこと言ってたの？ちょっとそれどういうこと？その通りの意味よ。いいから早くパソコン貸して。娘はそう言って私のパソコンをぶんどり自分の部屋へと行ってしまった。最近はこんな風に娘は勘違いをして私のことを責めてばかり。必死に説明をしても全く聞く耳を持ってくれない。それどころか日に日に態度は冷たくなっていっている。もしかしたら高校3年生になり、受験生になっているのでストレスをためているのかもしれない。でも勉強をしている雰囲気もないしな。それよりも夫のことだ。私はすぐに夫のもとに行き話をした。ちょっとどういうこと？ゆかに私が家事を一切していないみたいな言い方したんだって。え、そんなこと言ったっけ？仕事も料理もしない寄生虫だって言われたんだけど。
ユカがそんなこと言ったのか。まあ年頃の娘だし、信じたいものを信じる時期なんだろう。それじゃああなたはユカにそういうことは何も言っていないってこと？ああ、まあそうだな。じゃあユカにもそうやって説明してくれる？ああ、言っておくよ。夫がちゃんと言ってくれるのならこれで大丈夫かと私は思った。しかしそれから数日が経った休日のこと。いきなり私の部屋のドアが開いて娘が入ってきた。急にどうしたの？ほら、やっぱり遊んでるじゃない。え、娘は私のパソコンの画面を覗き込んできた。何かのウェブサイトを見てるってことはネットサーフィンってことでしょ？そういうことじゃないわよ。これは生徒さんが作ったサイトで添削をしているの。あ、嘘つくならもっとマシな嘘つきなよね。なんでずっと家にいるあんたが先生をやれてるのよ。いい加減ちゃんと家事をしてくれる？やっぱり何にもしてないじゃない。ごめんね、今日は仕事があって。これから掃除するから。そうやって取り繕うように家事をやらなくていいわよ。お父さんが普段頑張ってくれていることは私は理解してるから。そしてあんたが何もしていないこともね。どうしてそういう言い方ばかりするの？私が一体何をしたっていうの？ふん、お父さんのことを散々振り回しておいて今さら何を言ってるの？え、どういうこと？自分の胸に手を当てて考えて。そう言って私の部屋から出ていく娘。一体何のことだろうか。私はまた夫を居間に呼び寄せて話をした。ねえ、全然ユカの態度が変わってないんだけど。あなたちゃんと言ってくれたんじゃないの？え、ああ、まあそれとなく言ったよ。それとなくって何よ。それに私があなたのことを散々振り回したってどういうこと？え、ユカに何か変なことを吹き込んでるんじゃないの？いや、そんなことは。ちょっと、あんた何お父さんに叫んでるの？私が声の方を振り向くと間の入り口に娘が立っていた。またお父さんを困らせてるの？違うわよ。私はちゃんとお父さんと話し合おうと思って。何を話し合うっていうの？あんたが帰省中で何にもしていないことが問題なんじゃないのよ。だからお父さんがいつも辛い思いをしているのよ。ね、お父さん。ああ、そうだな。ちょっと、なんでそれに同意するのよ。あなたが同意したら、ユカが事実じゃないことを本当だと信じちゃうじゃない。お父さんが嘘つくわけないでしょ。ユカ、お願い。ちゃんと話を聞いて。ふん、あんたの話なんか聞かないわ。私はお父さんの味方なんだから。娘のこの態度には本当に参ってしまう。実は娘は夫の連れ子で、娘が5歳の時に私と夫が再婚したのだ。私は夫と結婚した時点で血がつながっていなくても、娘のことは本当の娘のように大切に育ててきたし、ちゃんと母親になろうと努力してきたつもりだ。それなのに大人になっていくうちに、娘はどんどん私と距離を置くようになったのだ。じゃあ私がどういうふうにお父さんを振り回しているのか教えてよ。私がそのように言うと、娘はとんでもない発言をした。あんたはお父さんを裏切って不倫してたんでしょ。は、しらばっくれないでよね。お父さんがそう言ってたんだから。ちょっとどういうこと？だってお前の部屋から平日の日中にいつも男と電話をする声が聞こえてきてたじゃないか。はあ、あれは仕事での電話よ。ビデオ通話でオンライン添削をしてるのよ。そんなの信じられるわけないだろ。
だってお前その時部屋に鍵をかけてるじゃないか。そりゃそうでしょ、授業中なんだから。授業中ってさっきから何言ってんの？あんた教師でも何でもないくせに。まあ教師ではないわね。お父さん、もうこんな奴とは別れちゃいなよ。え？ゆか、あなた何言ってるのよ。あんたは黙ってて。この寄生虫が。そうやって呼ぶのやめてって何回言ったらわかるの？あんたが自分でちゃんと稼いで、家事もちゃんとやる人ならそんなこと言わないわよ。ね、お父さん。ああ、そうだな。ええ。どうしてあなたはそうやってゆかが言うことにすべて同意するのよ。私はとことん呆れてしまった。こんな女とはもう別れてよ、お父さん。ああ、そうだな。あなた、本気なの？ゆかがお前と離れたがってるんだ。最愛の娘の言うことを聞くのは父親の務めだろ。やっぱりお父さんは優しいね。そういうことだからあんたはさっさと出て行ってよね。わかったわ。もう娘とは分かり合うことはできなさそうだし、夫には幻滅してしまった。私は荷物をまとめ始め、そして役所に行き離婚届を取りに行った。すると夫と娘は出前を取ったようで、おいしそうに二人で寿司を食べていた。あ、ちょうどあんたをやっと追い出せることになったお祝いをしてたのよ。あんたも食べる。ガリくらいならあげるわよ。いらないわ。それより、はい、これ、離婚届。私の部分はさっき記入を終えたから書いてちょうだい。わあ、やったよ、お父さん。これ書いたら本当に別れられるんだもんね。ああ、そうだな。夫は私から離婚届を受け取りすぐにサインした。じゃあ財産分与はなしってことでいい？え？夫の表情が曇る。だが夫が返答をする前に娘が口を挟んだ。当たり前でしょ。それってお父さんの財産があんたにも渡ってしまうってことでしょ。絶対に許さないわ。財産分与はなしよ。おい、ゆか。わかったわ。じゃあ財産分与は絶対になしってことね。念のために念書も書いてちょうだい。そう言って私は紙を夫に渡す。いや、俺は別に財産分与があっても。もうお父さん、何言ってるの。優しいのはいいけど、そういうところは心を鬼にしないと。この女はお父さんのことを裏切ってきた最低な女なんだから。こいつに一円だって渡しちゃダメよ。念書を書けば、この女は一文なしで路頭に迷うことになるんだから。早く書いて制裁を加えてやりましょう。娘に煽られて夫は、わかったよ、と言って念書を書いた。私はそれをすぐに受け取り、離婚届と一緒にカバンにしまった。じゃあ早速出してくるわ。これでお父さんが苦しまずに済むのね。勘違いをして喜んでいる娘を横目に、私は夫に止められる前にすぐに役所に行って離婚届を提出してきた。そして念書については実家によって大切にしまってもらった。両親に離婚のことについて話すと夫と娘に呆れていて、まあ、あんたが決めたことに文句は言わないよ、と言ってくれた。その後、私は家に戻りまとめていた荷物を持った。じゃあこれで完全にさようならよ。私がそう言うと、娘はニヤニヤしてこう言った。出て行って大丈夫。路頭に迷ってホームレスになっちゃうんじゃない？まあ、だからってもう二度とこの家には入れてやらないけど。構わないわよ。だって年収3000万だから。心配されなくても大丈夫よ。私がそう言うと娘も夫もポカンとしていた。
そして娘はすぐに大笑いして私をバカにしてきた。年収3000万、そんなボケを最後にかましてくるなんて意外とやるわね。だったら私は年収1億よ。マジで哀れね。嘘じゃないわよ。私は今それくらい稼いでるんだから。はいはい、わかったわよ。これから路頭に迷うからもう頭がおかしくなったのね。そのように私の言うことを信じない娘だが、夫は口を開けたまま目をパチパチとさせている。お前今そんなに稼いでるのか。ちょっとお父さん、この女のこんな嘘を信じるの？どんだけ純粋なのよ。夫は娘の言葉を無視して私に聞いてきた。だってつい数年前までは月20万くらいだっただろう。あの時はまだ会社勤めでリモートワークでのエンジニアだったからね。あれから私はフリーランスになって自分で単価の高い仕事を取るようになったの。そして最近は初心者向けのエンジニアのオンラインサロンも開いているの。金額に応じて受けられる講座の内容が変わっていて、私の添削付きの講座はちゃんとしたカリキュラムを作成している分、それ相応の額はいただいているわ。それでも無事にエンジニア就職できましたっていう声も多く上がっているから、私のやり方は間違っていないと思うわ。私が何をしているかよりも、夫は私がこんなに稼いでいるということを知って相当驚いていた。最初は全く聞く耳を持っていなかった娘も、本当の話なの？と動揺していた。ちょっと待ってよ。お父さんが今まで稼いでたんじゃないの？違うわよ。この人は昔は会社員だったけど、8年前に働いていた会社が倒産してからはずっとアルバイトしてるフリーターよ。まあ、それも今は続けているのかわかんないけど。私の言葉に夫はドキッとしていた。でも私にはもう関係のないことだから。じゃあね。顔を青くした状態の夫と娘を横目に、私は家を出た。最後に言いたいことを言って娘と夫が焦る姿を見てスカッとはしたが、それでも13年も一緒に過ごしてきたのだから、さすがに精神的に来るものはあった。夫の連れ子で血がつながっていないとはいえ、私は母親としての愛情をずっと注いできていたからだ。でもこればかりは仕方ない。もう切り替えて次に進もう。そう思い、私は都内のマンションを借りて新しく一人で住み始めた。すると離婚してから1ヶ月ほどが経った頃に娘から連絡が来た。お母さん。ごめんね、いきなり電話をして。娘は私のことを珍しくお母さんと呼び、塩らしい態度をとった。どうしたの？私は久しぶりにお母さんと呼んでもらえたことが嬉しくて、つい話を聞いてしまった。本当にごめんなさい。私、お母さんのこと勘違いしてた。お母さんの言う通り、お父さん働いてなかった。しかも家事も全然してなかったんだね。お父さんに私がいる時に料理を頼んだら、とんでもなくまずいものが出てきたわ。私のお弁当も毎日の晩ご飯もお母さんが仕事の合間に作ってたんだね。そうよ。しかも不倫をしてたっていうのもお父さんの適当な嘘だったのね。本当に失礼なことを今まで言ってごめんなさい。ゆか。お母さん、私、お母さんのところに行きたい。え？だってお父さんはずっとあんな感じでだらけてばっかりだし。私、お母さんとの関係をやり直したいの。これからは私が家事もやるし、お母さんのこと大事にするから。お願い。私にはもうお母さんしかいないの。そのように頼み込んでくる娘。そう。そこまで言ってくれるなんて嬉しいわ。ちゃんと謝罪してくれてありがとう。
じゃあ。何言ってるの？私があなたを受け入れるわけないじゃない。え？あなたの本性は一緒に住んでた時から分かっているのよ。そうやって相手が喜ぶことを言えば、コロリと落ちてくれると思った。残念だけど、私はあなたがやっているやばいことも知ってるんだからね。あなた、ぼったくりバーで働いているでしょ。しかもまだ18歳なのにお酒飲んでるんでしょ。どうしてそれを。まあ、そいつの自業自得でもあるんだけど、昔から仲いい男の友人がキャッチで行った店があなたが働いている店だったの。あなたが一緒に写っている写真を見せてくれたわ。つまりあなたは、お金が欲しいから私に近づこうとしてるんでしょ。そんな、そういうわけじゃ。だってそうしないと大学に行くお金はおろか、あの部屋の家賃も支払えないしね。まあ、働かない父親と一緒になってかわいそうな部分はあるけれど、あなたが私に対して散々ひどいことを言ってきたことは消えないからね。残念だけど、血がつながっていないから離婚した時点で私はあなたの母親ではなくなるの。もう赤の他人なのよ。これからは今までの行いを反省して、まっとうに生きなさい。生活については役所とかに相談しなさい。行政に頼れば何かしらサポートはしてくれると思うから。これが私ができる限界よ。今は大変かもしれないけれど、心を入れ替えて誠実な人間になることを目指しなさい。私はそう言って電話を切った。それからしばらくは娘から電話が来ることはなかったが、半年後に娘が高校を卒業した頃にメッセージが届いた。大学には行けなかったけど、就職先は決まったよ。別にあんたの言葉で火がついたとかじゃないからね。あくまで私が頑張っただけのこと。一応13年間育ててもらったから報告しただけだから。私はこのメッセージを読んでふっと微笑み、一言だけメッセージを書いて返信した。よく頑張ったね。卒業おめでとう。既読だけついてそれ以降返事は来なかったが、私はなんだか晴れやかな気分になった。娘とはこの先会うことはないかもしれないが、自分の人生をしっかりと歩んでいってほしいと思う。ああ、そうそう。ちなみに元夫は風の噂では、家賃が支払えず、しかも何年も無職だったから仕事も決まらずにホームレスになったらしい。最終的に路頭に迷ったのは元夫だったということだ。まあ、私にはどうでもいいことだが。一方、私は相変わらず同じ仕事を続けながら、毎日楽しく充実した日々を送っている。これからも目の前のことに一生懸命に取り組みながら生きていこうと思う。